第1曲目、青少年です。4月はないんですけど、5月3日高松トゥーナイスさんの方で出演させていただきます。あと5月10日高松ダイムさんの方でライブが決まっておりますので、よろしければお越しください。よろしくお願いします。そのね、下手番っていうのをね、あの担当者がすごい押しとるんですけど、一応これもう業務連絡ですけど、完全にマチャはいけそうです。モリリンがちょっとキワいかな、まだわからん。まあわかったら連絡します。こんな MC 中にする普通せえへんやん。 あとあの島村楽器さんにね、置かせていただいてるハイランズのファーストシングル、ハイランズと中二ババア木下、こちらの方がね、1枚500円で売られております。ライブの物販でも買うもよし、ここで買うのもよし、まあできたら買ってください。よろしくお願いします。はい、ではね、楽しい時間は過ぎるものでもう終わりらしいですよ。早く帰れっていう話ですよね、この格好してね。
先ほど言ったハイランズの中2ババア木下、こちらの CD に収録されているレッツゴー紫ババアという曲を持ってきました。これで皆さんとお別れしたいと思います。バラ肉焼きえもんでございました。ありがとうございました。ではレッツゴー紫ババア、レッツゴー紫ババア、紫の髪をたなびかせて、レッツゴー紫ババア、電動自転車坂道ラクラク、レッツゴー紫ババア、明日はどこのスーパー安いの、レッツゴー紫ババア、今日も元気にチャリンコこいでいる。私があなたくらい若かった時はおしゃれも恋愛も好きにできなかった。そんな私もババアになって自分のしたいことがやっとできるようになった。シワも増えたし腰も曲がったし、それでも私は今を楽しんでる。レッツゴー紫ババア、紫の髪をたなびかせて、レッツゴー紫ババア、電動自転車坂道ラクラク、レッツゴー紫ババア、明日はどこのスーパー安いの、レッツゴー紫ババア、今日も元気にチャリンコこいでいる。私があなたくらい若かった時は空から鉄の雨が